お取り込み中だったかしら。お邪魔するわよ。サブリナって別荘作ったよね。何？欠陥？皆さんこんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2022年12月26日月曜日の午後0時19分です。今日は大きなニュースは特にありませんが、せっかくですので一つだけ季節の話題でも。今日も体の芯から冷えますよね。こういう日にはいっそ思いっきり雪遊びを楽しむのはいかがでしょうか。例えば雪が積もる季節に外を歩いていると小さな雪玉が見つかることがあるんですが、その雪玉を転がして大きくしたものを2つくっつければ雪だるまを作ることができるんですよ。皆さん、出来先の雪だるまが拝見できるのを楽しみにしています。それでは本日も楽しい一日になりますように。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。よし、いきますか。私さ、今シーズンマジで雪一回も見てないんやけどマジで一回も見てないんやけど、なんかね、ニュースでは毎日のように東北の方の雪かきが大変っていうニュースを見よる気がするけど。あら、エロさん、声かけてくれて嬉しいわ。素敵ね。話しに来たよ。今日も島に吹く風が心地いいと思わない？いや、寒そう。ふとした時に感じる潮の代わりに胸がキュンとなるの。素敵ね。鼻も麻痺しそう寒さで。よし、それじゃあちょっと久々に仕事行きますか。やっほー、おかえりアイナ。事務所でタコミさんに挨拶してきなよ。了解。やっぱここに来たらとこ夏だな。アイナちゃん、待ってたわ。あ、なに？ナッティさん、アイナちゃん何かお願いがあるって言ってなかった？え、なになに？アイナさん、え、しゃべる。DIY の材料余ってる？余ってたらニコくんの材料ボックスに。材料ボックス。そういえばニコちゃん、いろんな材料で DIY してみたいって言ってたわね。DIY してるニコくん、すごく楽しそう。材料をあげたら、もっとニコニコ。こう。そうね、きっと喜ぶわ。アイナちゃん、もしも余ってる材料があったら、ニコちゃんに分けてあげてくれない？2階の作業台の横に、ニコちゃんが使ってる材料ボックスがあるの。よかったらそこに入れてあげてね。何か、私にいいことはあるんですかね。よろしく。了解です。じゃあ、とりあえず、仕事しよう、仕事。アイナちゃん、どうしたの？お仕事する？します。オッケー。それじゃあ、制服に着替えてね。よし。じゃ、何？行ってらっしゃー。あれ？おー、ニコくんじゃねえか、どうした？ニコちゃん、どうしたの？それがさ、何？あ、誰か来た。ん？どうしたの？あら、サブリナ様じゃないですか。お取り込み中だったかしら。お邪魔するわよ。サブリナって、別荘作ったよね。事務所の前で入るかどうか迷ってるようなご様子だったからお声掛けしたんだ。何？まあそうだったの。サブリナ様、どんなことでも遠慮なくご相談くださいね。何？欠陥？まずはこちらへどうぞ。何か不備がありました？実はね、私気が合いそうなことを別荘をシェアしてみたいの。あ、一人が寂しいとかじゃないのよ。あれよね、映画のやつよね、この子って。え、違ったっけ？別荘で過ごしてたら楽しくって、こういう楽しさを誰かとシェアできたらすごく素敵じゃないって思ったの。シェアハウスね、シェアハウスとか私、小学生の時にめっちゃしたいと思いよった。絶対将来は友達と一緒に住むんやって、友達の間で言い張りよったけど、みんなで一緒に住もうみたいな。この家にとかって、通学路にあっためっちゃなんかお城みたいな家があったんやけど、そこ指さしてよったけど、めっちゃ人んち。なるほど、ハウスシェアですか。素敵な お考えですね。ハウスシェア、シェアハウスじゃなくて。でもシェアしてくれる子の心当たりがないのよね。え、人ありきじゃないんや。お相手ってどうやって見つければいいのかしら、つるるん。
それでこちらへいらしたんですね。え、何？そういうマッチングサービスもするって？何かお力になれないかしら。たくみさん、そういうことならオイラたちでお相手を探してあげるのはどうかな。オイラもできるだけ手伝うし、それにサブリナ様のご希望通りに別荘を完成させるならぴったりのお相手を探し出せると思うんだ。要は同じような希望の子ってこと？まあ、ちょいちょいなんか前も同じような家作ったなーみたいなことがおるけど、そういう感じの人を引き合わせればいいってことかな。そうかな。アイナならやれるって、オイラが保証するよ。いいじゃない。お客様いかがでしょうか。え、いいの？だったらぜひお願いしたいわ、つるるん。それはなんかまた内装とかも変えるよね、やっぱシェアってなると。かしこまりました。ニコちゃん、こういう時の手続きについては以前教えてあげたわよね。せっかくの機会だし、今回の件の進行はニコちゃんに任せるわ。期待してるから頑張って。いいの？うん、わかった。やってみるよ。しっかりね。困った時はサポートするから、いつでも頼ってちょうだい。みんなの目線がめっちゃ下になっとるのが可愛い。ちっちゃいけんさ。サブリナ様、今回のお相手探し、大船乗ったつもりでお任せください。でも相手探すのは私なんやろ？それではサブリナ様、おかけになってお待ちください。ね、なんか後ろの圧がすげえんだけど、なんかすげえアピールしてくる。なんかさ、たまにおるあれやないん、あの天気予報とかの時に後ろにおる人。通行人。よし、じゃあアイナはハウスシェアをするお相手を探しに行ってくれるかな。浜辺以外にこうやって現れるようになるってこと？この島へ遊びに来てる人の中にサブリナ様と会いそうな方がいたら事情を話してお連れしてほしいんだ。レストランやカフェに来てるお客様にお声掛けするのもいいかもしれないな。そういう感じ、すごい。あとアミーボがあれば事務所のアミーボリーダーを使って観光客以外のお声掛けもできるよ。あ、もし別荘を持ってるお客様にお声掛けしたいって場合はスマホで連絡するからオイラに言ってよ。あ、今すでに別荘を持っとる？え、そこの別荘を引き払ってこっちに来いって？絶対嫌やん、そんなん。せっかく自分の理想の別荘をね、作ってもらったのに。それなら新しい人入れよ。じゃあ頼んだよ。サブリナ様のパートナーを探そう。ほう。いつの間にここに。アイナさんか。悪い、今立つよ、タコケ。あ、いいよいいよ、座ってても話せるし。そっかそっか、ああいう家だったっけ。立ってもらったのにめっちゃ逃げるやつ。そうね、すでに別荘を持っとる人ではない人にね、やっぱ来てもらいたいかな。ここはみんな持っとる人か。持っとるよね、きっと。まあ、生徒やもんね、学校の。そんなコロコロ変わらんか。じゃ、カフェどこ？あ、カフェこっちか。浜辺か。じゃ、カフェのお客様は？ちょっと抜いて。こことか合うんじゃない？よいしょよいしょよいしょ。あ、待って、反対向きに入らんと無理なんやけど。こっち向きか。え、違う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 。こっち向きに、ここから行けばいい？あ、どうもどうも。話せないのか。マジで話せないの？話せろよ。じゃあやっぱ外におる子たちかな。外におる子たちやったら要望も見えやすいけんね。でもあそこ見た目的にも合いそうなんやけどな。なんかめっちゃマダム2人って感じじゃない？ここは？なんだい？うちに何か用かい？ハウスシェアのお誘いだって？それはありがたい話じゃないか。それじゃあ早速だけど、そのハウスシェアのお相手ってやつと会わせてもらってもいいかい？どうだい？もちろんです。めちゃくちゃ乗り気、めっちゃ前のめりに来るんやけど。いいよ。このうちがハウスシェアね。柄にもなくちょっと緊張するよ、東大。いいんじゃない？ここもマダム同士って感じ。井戸端会議とかで盛り上がってそうな二人。あ、サブリナってばめっちゃ面白いじゃん。
盛り上がってる。お二人のご様子、とても気が合う感じに見えましたが、いかがでしょう？ハウスシェアなさいますか？これ、この段階でさ、こいつ無理ってなることあるんかな？そうね。このことならきっと楽しくやっていけると思うわ。手続きお願いできる？つるるん。逆にそういうパターンもあった方が面白いけどね。見とる分には。うちらまだまだ会ったばっかりだけど、もう楽しそうな予感しかしないよ。ハウスシェアぜひ希望させておくれ。それは良かったです。ありがとうございます。じゃあアユナ、サブリナ様の別荘へご案内しよう。快適にハウスシェアできるようにリフォームし差し上げてね。あ、やっぱり2人の要望が2トンかどうかは全く分からんけど、はい、来た来た。パタヤさん、ここが今の私の別荘よ、つるるん。おお、めっちゃいい家じゃん。これからここにうちも住めるなんて夢みたいだよ。改めてよろしくね。アイノさんのコーディネート、とっても楽しみだわ。それじゃあよろしくね、つるるん。頑張ってね、アイナ。そうだな。これからは二人で別荘を使うわけだから。例えば部屋のサイズを大きくしたり、仕切り壁で間取りを変えたりしてもいいかもね。リフォームが終わったら、サブリナ様にご報告するんだよ。よろしく。ハウスシェアのご提案。ってことで、とりあえず家自体も大きくする？待って待って待って。一旦ずらして、で、まあ、同じタイプではないな。まあいいや。これで、緑の石。踏み木は違うんだな。なんか違うな。そうなよね。この辺また、微妙な感じに。なってくるんすよね。グレー。はい、これで。よし、オッケー、外。ま、なんか圧迫感ができたな。ちょっとさ、おのおのの希望が聞きたいんやけど、それは聞かせてくれんのかな？どんな感じ？もう少しお待ちください。ゆっくりでいいから素敵な感じに仕上げてね、つるるん。ってやっぱそれぞれさ、好みがあるわけやん。パタヤさんの好みはどんな感じなんかしら。全くわからないんですけど。これか。ライトの色や明るさを設定できるようになりました。うんうん。ライトの色。うわー、うわー、落ち着かねー。あ、でも、あ、なんかこれちょっと若干あれじゃない？映画館で映画見よる感じ。いや、映画館もっと暗いか。なんかこういう感じはなんかちょっとあるんじゃない？ね、家でこんなんされたら嫌やけど。ね、家は私ね、普通に白い明かりがいいんよね。間接照明とかも苦手やけん。窓、エントランス。何？エントランス。あ、今、二人がおるところってことか？え？何？どこが変わった？ああ、よねよね。合っとるよね。二人がおるところよね。全然変化が分かる。あ、微妙な変化やったよね。なるほど。うわ、レッドカーペットやん。いや、そこはまあ普通に綺麗。暗めの木の方がいい？雰囲気的には。んで、だってさ、サブリナ様はこの雰囲気がいいわけやろ。パタヤさんのもやっぱ追加したい。パタヤさんのをちょっと追加したいやん。6、8、10、8。いや、でもシェアって言ったらこれぐらいは欲しいよね。え、これがさっきの、さっきのどれぐらい？ 6？6 か。4ではないね。6。だけ、まあ、これでも倍にはなってないんやけど。
それはちょっとあれやな。縦は別にそんな変わらんでいいかな。じゃあこれでこっち側をサブリーナ様。待って、私これどこに置いとった、ここに置いとったってことかな。そこをサブリ、ここをサブリーナ様として、え、でもせっかくさ、これ椅子が2つあるやん。え？え？共用スペースにしたくない？ここはなんかね、一緒に映画見てみたいな感じにしておきたいんやけど。え？でもな。でもな。え、なんか近くなった？なんか近くなったよね。じゃあ中心はちょっとこれ置いとく？いや、としたらそれぞれのスペースめっちゃ狭くなるけど。え？どうしよっかな。え？このテーブルってね、どこに、ここにあった？ずっと。何しにあるんやろ？邪魔じゃない？椅子の横にあったんかな？あ、やとしたらこれ、違う。この辺ってことか。あ、こういう感じやったっけ？あ、なるほど。まあ、いっか、若干でもね。間違えた。若干しかスペースがなかったとしても、まあ、いいやろ。ってことで、え、どこって言って、床板？違うな。どこや。その他か。仕切り壁。仕切りカウンター。木製の柱。で、ちょい仕切り壁を、そっか、あ待って。え、ちょっと待てって。邪魔。あ、なるほど。そっちピザ置いとったんか。仕切り壁はあれだよね。今の、この全体的な壁と同じやつが出てくるわけっすね。でもそれぞれの場所、どうよ。違う。あ、これか、コピー。まあ、これで、ね。これで、ここから入って、まあ、個人、ん、でも、こんだけ仕切ったら、ちょっとなんか、圧迫感あるか。これ1個なくして、とりあえずベッドの部分だけ隠れたら、でも落ち着かんな。全然落ち着かんな。あれかな、この仕切り壁も暗い雰囲気のやつやけん、圧迫感があるように感じるかな。え、待って。この場合さ、壁紙、え？え、この場合の壁紙は、アクセントでしたらいいってことか？あっち側、左側をサブリーナ様として、右側パタヤさんにするけん。え、どうしよっかな？どういう感じのがいいんやろ？青いペイントウッドとかにしとく？アクセント。え、違うな。え、アクセントをつける場所っていうのは選べんの？アクセントをつける場所は、あ、選べるやん。なるほど。OK。え、でもあれやな。こっち側の壁はできるけど、こっち側の壁の、ここまでとかはできんのんよね、これ。どうよ、それ。どうなんよ、それ。え、待って。違う。グランドライトじゃなくて、仕切り壁。え、これで、あ、全体になった。違うんよ。全体は違うんよね。一つ戻るみたいな、してくれんかな。まあでも、そっか。普通は、シェアハウスやけんってね、そこだけ壁。あ、でも部屋ごとに壁は別に違うよね。
ねえ、仕切り壁のさ、柄を変えたいんやけど。仕切り、え、待って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 。あれ？こっちのアクセントなくなっとるやん。どういうこと？どういうこと？はい、こうやって。で、ここで仕切り壁を出せばいいってことかな。え、違うやん。全然向こうの壁出たけど。え？え、どうやったらさ、こっち側の柄が出せる？違うんですけど。もうこれしか無理ってことかな。わからねえ。いや、わからねえ。まあ、いっか、これで。んで、いや、でも圧迫感、あるようで別にないかな。大丈夫っちゃ大丈夫な気もするけど。んでもなんか動ける場所ないな。この別にサイドテーブルいらんか。別にいっか、それは。んで、ちょ、こっち。側も、こんな感じで。どう？どう？スピーカーなんか若干こっち入っとるけん。え、入ってはないんか？でも若干被っとるけん。なんかめっちゃうるさいかもしれんけど。やっぱ暗いな。待って待って待って、間違えた間違えた。え、暗いね、やっぱり。ってことはですよ。やっぱ一個ずつとか、ああ、こんなもんでいいんかな、別に。で、ベッド置く？オーダー。このオーダーは、え、これパタヤさんの分も入ってきとるってこと？新しいの増えとるよね。じゃあ本棚。ほら、パタヤさんピコーンってなった。あとはまあこんな感じで、本棚置いて、で、せっかくこうやってね、部屋区切ったんやったら、ベッドも欲しいよね。ベッドはさ、希望のやつとか別にないん？ベッド、ベッド、ベッド。ソファ、あ、あるやん、あるやん。クールなベッド。いや、どっち？え、どっちが欲しいやつか全然わからんねえけど。あ、なるほど。これはパタヤさんらしい。ね。しまって。で、これサブリナ様ってこと？じゃ、こう言って。え、パタヤさんなんか、ちょ、待って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 。ちょっとなんか、いい感じに。パタヤさんの方がなんかスペース広くない？気のせいかな。なんかね、広いよね。突っ張りラック。これ別にどっちも何もうなずかんけど。でもね、こういう棚って、まあ、なんかね、リアルで、こういう空間やったら、めちゃくちゃ助かるやつやないん。ね。え、めっちゃ良くない？え、なんか、丸見えな気はするけど、落ち着かんかもしれんけど、いい？まあ、現実でこんな家やったら、嫌やね。プライバシーなんかほぼない感じやね。いや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 、絶対無理。だけど、まあまあまあゲームなんで、その辺はちょっと許容していただいて、ってことで。なんかな、別に特に何もないんやけど。どうよ。どうですかね。アイアンクローゼット。ふんふん、サブリナ様が気に入っとるっぽい。やっぱクール系のものが好きなんやね。で、こっち向きにしとこっか。まあ、でも、これぐらいの感じじゃない？そんなに変わってないかもしれんけど。もうちょっとさ、なんかこれのさらに、半分ぐらいの仕切り壁があったら、もっとなんかいいような気はする。どうしよう、木製の仕切りカウンターとかで。え、どうかな？え、引く。え、それは低いね。え、H。
あたやさんがピコーンってなった。あ、でもこれやったら、まあ、そんなに圧迫感もなく、そこまで、まあ、でもな、違う気がする、見た目的に。まあ、いっか、これで。はい、これで。なんかそんなに納得いってはないけど、まあ、こんなもんでいいんじゃないですかね。どんな感じ？完成しました。どうでしょう。できたのね。ありがとう。ちゃんとそれぞれのところ行ってくれるかな。一応ね、それぞれがピコンってなったものを置いたんやけど、実はこの別荘、やっぱり映画はスクリーンでっていうテーマ名だったんだけど、今回は違う感じ？最初に言え。いや、ちゃんと、あのね、真ん中、共通スペースは、そのテーマになっとるよ。そのままで。そう、今までと同じなのね。わかったわ、つるるん。イエーイ。どうすかね、サプリノ様&パタヤ様、やっぱり映画はスクリーンで。どう？一応あの、寝る場所だけは、ちょっとあの、ね、見えんかなーっていう感じにはしたんやけど、サプリナ様の方はちょっとね、見えるかもしれん。まあ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 、パタヤさんの方が見えんと思う。あっちの方がちょっと守られてる感はあるよね。すっかりお世話になっちゃったわね。そうだわ。あなたせっかくなんだから写真とか撮っていったらどう？すごくいい写真になると思うの。つるるん。はい、じゃあ更新します。そうと決まったら、あなたの気の済むまで思う存分撮っていってちょうだい。つるるん。あ、人の部屋に侵入してるわ。じゃあ、とりあえず、私のね、思っとる方の部屋に追っていただきたいんですけど、あ、でも二人で真ん中に座っとくっていうのもありっちゃありやけど。まあ、これでいっか。ここで、本でも選び寄る風にしといてもらえたら。あ、いいんじゃない？じゃあこれで。うつそう。私は消えて。パタヤさん見えんな。この方向から。映すしかないか。え、待って。私さ、もうちょい、あ、この辺りに降りたいかな。これで。え？あー、こんな感じ？まあいいや、はい。オッケー。あ、ちゃんと終わるまでは動かんといてくれたよね。ん？どうしたの？つるるん。帰ります。映せました。今日はありがとう。それじゃあ気をつけて帰ってね。でもたまにはここに来てくれると嬉しいわ。パタヤさんと一緒に待ってるんだから、つるるん。よかったよかった。満足？パタヤさん一言も話してないけど。おかえり、どうだった？アリナが相性バッチリのお相手を見つけてくれたおかげで、トントン拍子に話がまとまったよ。必要な手続きもオイラの方で済ませたし、問題なく新生活を始められると思う。よかったよかった。私の手助けなんて全然必要なかったみたいね。アリナちゃんもニコちゃんも、ほんと頼もしいわ。ひひひ、そうかな。そんなこと、ちょっとはあるかもな。それにしても楽しい時間を誰かと共有したいか。他にもそんな風に思ってる方がいらっしゃるかもしれないわね。よし、今後はハウスシェアの仲介を別荘をお持ちの方向けのサービスとして正式に採用するわ。もし別荘をお持ちのお客様の中にハウスシェアをお勧めしたい方がいたら、別荘のことについてお話しするときにリフォームや引っ越しをお勧めする要領でハウスシェアについても積極的にご提案してみてちょうだい。 OK。さてと、お給料を渡しておかなくちゃ。はい、今回のお給料、12000ポキよ。あざっす。ニコちゃんの分はいつもみたいに後でまとめて渡すわね。進行役として頑張ってくれた分、お給料にしっかり反映しておくから。わーい、やったー。
メインで働いたのは私ですけどね。二人ともお疲れ様。さて、今日はもうおしまいにする？それとももう少し働いてく？終わります。わかったわ。ゆっくり休んでね。ふぅ、今日もお疲れ様です。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、これからはハウスシェアができるっていう、なんか新機能が追加された。けど、まあ基本的には多分一人でやっていくと思う、私は。ね、やっぱそれぞれの希望を見たいし、伸び伸びと使いたいし、ね。